西田渉です。えー、10、10、ごめんなさい、4月7日ですね。水曜日ですね。今日は、えっ、ー、と、こちらサブチャンネル、メインチャンネル出して、で、今日は水曜日のわたロックレディオとプレミアム。プレミアムは YouTube メンバーシップである西田塾の皆様との、えー、1時間っていう感じですね。今日はプレミアムのメンバーシップの方の、 えっと、やつは面白い感じになりそうですね。コアな、皆様の写真を一緒に見ましょう、みたいな感じですかね。はい。えっ、ー、と、今日なんですけれども、えっ、ー、と、キャノンの RF レンズの新製品ラッシュがどんどん来そうなっていうお話をしようかなと思ってます。またね、最近、えっ、ー、と、昨日、一昨日ぐらいかな、えっ、ー、と、RF の100マクロ、そして、 42波と,と,と RF の64が出るんじゃないかいよいよ発表されるんじゃないかっていう噂があってさらに CR2 の噂来年2022年に RF500mmF4 が発売されるんじゃないかっていうあとはね 300mm の3ニッパーですね 300mm2.8 の単焦点もしくはズームっていうところで開発中じゃないかっていうねまあシグマとかニコンが出てるのかなまあ要は 120300F2.8 みたいなまあドデカえズームみたいな感じですねキヤノンも一応200400の F4 とか EF で持ってるかな確かで テレコンが1.4倍が入ってみたいな感じのやつなのでおそらく RF で、えー、2.8固定のズームで120から300とか場合によっては1001003002.8とかねまあ超小型で2.8でズームでとかっていう感じのまあ要は、えー、と僕が言ってるところの超三元みたいな扱いの。 ハイパーズーーズム、第3弦ズームが出るんじゃなないいかみたいなね。もう7200の2.8に関してはかなりコンパクトでね1 0 0 0ムで出てきてますからまあ 1.8kg とか 2kg いかないぐらいでそこそこの倍率まあ120300140300とかねそのぐらいで2.8結構ちっちゃいけどパチっ,っすよっていうような。 まあ、要は100-500ってありますよね。100-500の F4.5、F7.1 かな。あの辺のズームのサイズ感で2.8が出るんじゃないかって話と、まあ R F、RF の54ってやつですよね。これはまあ、来年の北京のオリンピック、えっ、ー、と、冬季五輪ね。もう、おそらくは、まあ、あと、いつ、いつ R1 と呼ばれる、まあ、これ、加盟ですけれども、フラッグシップ機が来るかっていうところが一番のね。 えーと皆さんの注注目目ポイント僕も注目してます正直、まあスポーツ用途だけでなくおそらく堅牢性が高くてバッテリーも持ってファインダーも良くてってなったらマニュアルレンズ、えー、とライカとかつけても楽しいカメラになるし、えー、ポートレート撮影スタジオ撮影においてもやはり <laughs> ミラーのキレっていうんですかねクシャクシャって取れていく感じの。 キレの感じととかかが非常にに楽ししいカメラっってなななたら必然的にねスポーツ用途とかだけでくく欲しくなりますよ、ねまあ僕はもうキヤノンの最先端を知るために出たらもう秒で速攻で買いますけれどもいずれにせよそれをまあ僕だったらどういうふうに使うかみたいな形でどんどん皆様にも解説していくとそういった形になるかなとまあそこに付随するレンズたちですよねもう白単ででかい超望遠っていう感じ。 で一応噂によるとあれの500の F4 自体が相当ちっちゃくなるんじゃないかみたいな噂もあるみたいですねはいいろいろとえっ、ー、とどういう形になるかっていうところでありますがまあ 42%6454 という形でまあキャノンも含めてまあソニーももうすでに出てますよねソニーが、えー、と視聴者さんからのお話によると、まあ、160万ぐらいでその辺のレンズが出てると64とかがね まあなので RF も200万を超えることはないんじゃないかっていう噂もありますがまあその辺はちょっと分かんないですねソニーとの技術的差別化軽いですよとか大きな差別化が図れるのであれば場合によってはい、ねめちゃくちゃ高額なレンズになってきてもおかしくはないっていう形ですよねいずれにせよあえて、えっと、RF64 とか5442%を購入される方っていうのは究極値段がいくらっていうよりかはそれが必要だから買うっていう 型にななるるはずののでねどの辺でねど辺来ててくれるかっていう、まあ、僕い大体この辺のレンジはね毎回リースっていうところがねいつも決まってますので、まあ、ちょっと楽しみかなと思います。まあ、いずれにせよ、まあ、キヤノンさんからお借りできたらお借りしてレビューしてみたりとかねそういったことはしてみようかなと思いますが。 まあ自分で購入して200万クラス150万クラス購入してっていうところではちょっとならないかなっていう感じではいますかねまあリアリティのあるところでは先日おそらく発表されるであろうと言われている RF の100の 2.8L マクロっていうところですかね100マクロまあ今だと僕サムネ撮影用にこういった形でもう EF のね100マクロを準備してガンガン撮影してるんですけどもこの辺が 常備されてますねマウントアダプター経由で常備されてるっていうような状態でもう常にねすぐつくようにこの辺に最近では置いてありますそれぐらい最近はねえっ、ー、と R5 とこの EF100 マクロも10年ぐらい前に出てるレンズなんですがめちゃくちゃ <laughs> よくてね古いのに本当に、えー、解像感含めてで色のりとか描写性の含めてこれは名曲だなっていうところで EF レンズがねこれからどん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  ディスコになっていくのかっていうところがちょっと寂しくもあり加速度的に急結構自分が予想していたよりも2年ぐらい早まってるかなーって感じがしてますね本当にキャノンは大きく RF のシステムに舵を切っていくっていう本当に CD から MP3 に変わるかのようなねえっ、ー、と本当に驚くほどの過渡期が、えー、キャノンにとっては来てるかなとそれぐらいもうソニーの 進み具合がね2周ぐらい先いってるのでレンズシステムとかねその辺のまあもちろんカメラ性能は R5 でねなんとか頑張ろうとしてるところはありますけれども総合的なシステムですよね廉価な、えー、RF のレンズから高価なっていうかねその辺のレンズラインナップが明らかにまだキャノンがどんどんあの明らかに足りてないのでキヤノンとしてはもうねどん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 出していくしかないっていうところでえっ、ー、と開発特許もガンガン入れて もうどん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 思いついたものを出していくっていうある程度のなロードマップっていうのはね EF のシステムを入れ替える形で決まってはくるでしょうが正直ねユーザーとしてはやはり基礎を天外な軽くて小さくて安くてまあ映りもよくみたいなところも望みますからねまあやはりこれからの次のキャノンの目指すべきところはもう RF のね単玉 50mm1.285mm1.2 あたりでね 十分に写りの良さっていうのはもう分かってきたので、ある程度の写りは担保しつつも小さくて軽い、そして安いっていうところを次はキャノンとしては取りに行く、狙いに行くっていうところですね。もうえっ、ー、とキスエムあたりでユーザー獲得して、えっ、ー、とシェア率、えー、販売台数 ソニーニコンなどを抜いて1位っていうところはちょっとね付け焼き場というか正直未来がないですよねキス M あたりでどん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 ユーザーを稼ぐっていうのはねそうなると未来を考えるには RF システムをいかにキスキス M あたりを使っているユーザーの方に RF システムに乗り換えてもらうかっていうところが次の戦略というかステップになるはずなのでまあ言われている RP の、えー、とより 今の RP、要は10万を切るフルサイズよりもよりレンカなっていうキス M がそのままフルサイズになったようなそして RF レンズがそこにくっついてきますよっていうようなそういったボディの登場がいつのタイミングで入れるかっていうただもうソニーのねこの先を行っている状況からするとまあ待ってらんないっていうところあると思うので早めに投入してソニーは逆に廉価なあのキス M に変わるような RP クラスのフルサイズ の機種をね正直導入できてない部分があるのでそこをシェアをバチッと抑えてしまえばねまあ逆に言うとああのいいミラーレス一眼史上シェア1位っていうところはキヤノンは硬くなってくるんじゃないですかねなので、えー、と肉を切って骨を立つじゃないですがキス M っていうところの,あの M,、えー、と M マウントになるのかな、えー、とキヤノンとしては、ね、EM、e、マウント、うん うんう、ね、EFM マウントかな。<laughs> まあ、とにかく RF のそのまんまくっつくもう全部 RF に投入するしかないですね EFS とか EFM とかかな。だから EF っていうもの自体をもうキャノン1回もうリセットして RF に行くぞぐらいの覚悟を持たないといけないけど。 結局シェア率とか売れているボトムを考えるとえ存在にも扱えないっていうところで悩ましいと思うんですがぜひ頑張ってねあの RP よりも廉価なえ最初から10万を切るボディを出して RF のねそして何としてでも既成 M を使うユーザーを RF に持ってくるとそしてその上でプロユースとしてはもう徐々に徐々にねもう本当にこのプロ用途のねソチ五輪とかあソチやねごめんなさいえっと北京の冬季五輪とかで えー、来るであろう白たん玉はもう続々と噂が上がってきてやっと CP プラスでは何も発表されなかったところがやっとねえー、とキヤノンも、あのー、拡充しますよっていう噂がちょっとにぎやかしくなってきましたね。まあ 結構コアユーザー用ですからね白タンの長いのっていうのはいずれにせよ R1 フラッグシップを待ち望むっていうね形が僕の希望ではありますね。というところで今日もすくがくにお過ごしください。それでではまた西田渡でした。しどうも。